はい、おはようございます。本日は2月の10日、今日から4日間ですね、ジャパンキャンピングカーショー2022ということで、日本最大のキャンピングカーショーが始まろうとしております。幕張メッセめっちゃ広いやばいね、すごいよね。見渡す限りなんですけど、これよりまだもう一個向こうワンホールあるからね。そうね、すごい広さよ、うん、ほんまに。今日はね、どんな感じかっていうのを皆さんに見ていただこうかなと、来られへんかった人もね、うん、いてると思うんで、うん、思います。キャンピングカーの紹介とかってね、まあ、いろんな YouTuber さんやってるし、うん、どちらかというと僕たちね、軽キャンとかシェルを紹介したいなっていうところで、これはっていうものがあればね、うん、ぜひね、ちょっと年取ったりできたらなとは思っておりますが、今日から4日間長いですけど、はい、意気込みはどうですか。意気込みですか、うん、めっちゃでも、うん、備えにおまきらしい備えにステッカーを今日のために大量に取ったから、うん、そうですね、はい、もう巻き切りたいぐらいの勢いですね、うん、気持ち的にはなくならすぐらいの勢いでね、はい、そうですね。これがいつ上がるか分かんないですが、うん、まだやってる最中であればぜひ遊びに来てもらえたらなと思ってます。はい、はい、今ちょうどプレスの方しか入れない時間帯やから、うん、人も少ないんで、ちょっとゆっくり回っていこうかなと思います。ペ、はい、ットケア費、ワンちゃんとかね、ペットも入れます。今がここやね、入り口。はい、そうです。で、まあ、とにかくめちゃめちゃ広いんやけど、ほんってあるんやけど、僕たちがあるところはここの R のな、あるのなんですね。そうだ、ユーチューバーさんがいているブースのほんますぐ前、アルミパークのブースですね、はい、ここにいます。はい、ほぼユーチューバーさんと一緒ですねここがメインステージです。はい、今メインステージでは、はい、早見もこみちさんがお話しされてます、ね、そうですね、はい、されております。こっちもいっぱいあんのよ。ここフードコートあるからちょっと行ってみたいな。そうですね、うん、ぐるっと回りますか。どっちから回りますか。半時計、時計回り、半時計回り、こうぐるっと、そう行きますか。行きますか、わかりました。じゃあこっちから行きましょうか。おお、すげえ。すごいですね。みんなさ、服売ってんで、雑貨屋さんやん。かわいい。こういうあれやな、なんかちょっと、うん、なんか展示車両ももちろんなんやけど、うんうん、こういう展示にもさ、めっちゃさ、どこもこだわってる。そうですね、はい、まあ、ステッカーとかもいっぱいあるで、めっちゃ多い。ほんまや、すごいな、うん、移動販売やほんま、これいいね。かわいいね、こんなん欲しいな。しかし、ほんと様々なメーカーさんがね、うん、でどこのビルダーさんも、うん、このジャパンキャンピングカーショーに合わせてニューモデルを発売する。そういうことです。だから今回がお披露目っていう車両がめっちゃいっぱい あ,、はい、あるんですよ。本当にいろんなところにニューニューニューって書いてあるいや俺昨日ちょっと搬入でさ、うん、気になったさ、うん、やつがそこあんねん。そう、これめっちゃ気になった。これめちゃくちゃ気になんねんな。ハイラックス、そう、ミスティックさんの専用キャンパー。そう、ミスティックさんの。いつもさ、よくあるのはさ、このパターンやん。これこれ、うん、デイキャビンやけど、こいつがめっちゃ気になる。開いてる、開いてる。昨日はね、開いてへんくて、どうやって入るんやろうって見ていいよ、言ってたんやけど。おお、すごいな。これが蓋がこう閉まるので、ね、すごいな、これ下開いたら階段なんね。開けたら階段になるっていう。やばな、こんな感じやね、見た目。そう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 、閉まっとったらで、多分パカッて開いて、下が公開段で、上をこう。めっちゃかっこいいやん。すごい。なんか外から見たら全然空間ないんかなと思ったけど、うん、そうでもない、ね。いや、全然軽ぐらいで余裕である。いや、もっとある、ね、見て見て、ほら。飛行機みたい。あ、や。電気関係がね。うわ、ほんまやな、ここすごいな。なんか、めっちゃかっこいいやんな。なあ、履いてくる。なんなんこれ。すごすぎるやん、まあ、見た目もさ、うん、めっちゃ言うとってな、ハイラックス欲しいなみたいなさ、そう、かっこいいよねっていう話をしとって、うん、これマジでいいわ。めっちゃかっこいい感じ。すごいね、なんかね、近未来なんよ。キャンピングカーっていう感じではないよね、うんうん、パッと見めっちゃかっこいい、なんか車めっちゃいい、ね、うん、めっちゃいい。いや、もうガチで欲しいもん、まあ
これなんぼすんの。ほんまさ、最近のハイラックスっていつも思うけど、マジでかなったよな。でっかい。あ、見えへんな。見えるかな。見えへんな。あ、ソーラーもついてんな。ソーラーもあるし、あれ多分、はい、うん、マックスファンついてるし。これもめっちゃ気になった。あ、俺も。これやばない。これはさ、この前キャンピングカーじゃないよね。トラックをかっこよくカスタムしてるっていう状態ですか。これトラック？違うんですか。これ参考出品やわ。あ、ほんまやね。MV200 やで。NV200 かっこトラック。どういうことや。NV200 って俺の中であのなんていうの、こう屋根のある、ね、うん、イメージなんやけど、屋根カットしたの？あ、あいつのトラックバージョンはそもそもあるの？いや、分からん、あるんかもしれんな。めちゃめちゃかっこいい。かっこいい、かっこいい。このシャッティング。すごいアメリカンスタイルやな。で、うん。やば。これにシェルは最強やな。いや、やばいやば。確かに確かに。めちゃめちゃでかい。あ、アレンとかもね。そう、ね、新しいやつで、うん。今回はあれですね。アレンばっか出てて、あの定番のアミティがないですよ。うん、さあ、このトイファクトリーブースが、ね、すごいです。かわいい、はい、カフェット。お前見て、このトイ見て、これのトイファクトリーって、このトイファクトリーすごいわ。映える感じの、映える感じの。お前カフェもあって、で加藤モーターさんがございますね。すごいな。こんなんもなんかちょっとあれやん、もう高級クラブみたいな感じや。確かに。そしてバンテックさんでございます。どえらい、とりあえず。なんかもう建設したんかなっていうぐらいの感じよね。いやいや、すごいですよ、4日間のためにね。え、除菌のやつシャーって出てる。そうじゃん。すごい。やば。すごい、さすがすぎる。何すかこれ。どえらいな。こっちはあとトレーラーですね。そう、めっちゃアメリカのかっこいいトレーラー。いいなこれ。トレーラー、あ、やっぱ広いな。いや、めちゃくちゃ広いな。なんかモノトーンで、アメリカの。いや、このシックな感じが好きやわ。シックで落ち着いた感じでもおしゃれ。でもやっぱトレーラーってさ、安いよね。まあ、これだけで動かんからっていうのはあると思うけど、この広さでさ、この値段って確かにめちゃくちゃ安いな、うん、これでもあれかな、県民権いるんじゃないの、いらんのかな。いや、いる。あ、やっぱこんだけでかい。まあそうね、さすがに、うん。で、こちらがRV パークのブースになりますね、はい、いろんなところから来られております。映っても大丈夫のか、はい、今更大丈夫のか。あかんのかな、思って。あかんのかな。いや、まだ準備が整ってないんで。その準備で。今日は頑張りましょう。頑張りましょう。僕ら 隣なんで、はい、どうぞよろしくお願いします。すごいですね、もう準備万端ですね。すごい、めっちゃいっぱいだった。すごい。僕たちこのビーズフォレストさんのブースにいます。ぜひ遊びに来てください。よろしくです。よろしくです。ゴンズキャンパーさんが目立ちますからね、これ。お願いします。ここら辺は防災ゾーン。そうそう、防災ゾーンで、なんかすごい謎なテントみたいなのもあったり。これなんなんやろね、めっちゃ気になんね。結構でかいね。いや、ほんまやね。あ、こうやって組み立てるんや。このサイズ感になるってこと。すごいな。あ、かわいいな。あ、これすごい。あ、ちゃんとね、コンセントみたいなのもあるね。うまや、うん。グランピングドームのしっかりしたやつみたいな感じだね。そうね、まあ防災やからこう、うん、仮設住宅みたいな、そうよね、組み立ててって感じよね、うん、すごい。すご
ドーム型ハウス。イージードーム。すごいですね。ね。うん、タイヤがね、どこでも行けるようにっていう、瓦礫の上とかでも行けるっていう。キャタピラになってるからすごいですね。ケーキャン、また横開きね。これね。これもあれやな、いろいろ見てきたね。しょっちゅう登場する。うん、バスコンですね。こっち見て。ん？あ、クールスター。うん。こんなんなんちっちゃいね。ちっちゃい。いや、エアコンも絶対進化していくって。いや、そうなんですよ。ほんまにもっとね、車中泊に合ったものができていくんじゃないですか、うん、だってさ、最初のさ、最初うちはさ、キャンピングカーとかって言い出した頃、クーラーこんなんじゃない。いや、まあ、そう、こんな感じじゃなかったね。すごいよ、めっちゃコンパクト、ね。うん、普通のエアコンの半分ぐらいじゃん。そう、いい感じのサイズ感よね、うん、すごい。これが進化していってくれたらシェルにもつけれるよ。そうなんだね。まあ、これがだって室外機なんや、うん、ちっちゃいやん、めっちゃいいやん。すごいな、ほんまに広すぎやで、これ。これかわいい、ね、すごいな、なんか、すごいね、うん、なんかおしゃれな増えたな。これも、はい、これもトレーラー、サンマルチシェルトレーラー、おー、新登場って感じ。すごい、もう FRP やもん。うまいね、色。どこのビルダーさんもこだわって展示してるから、いやすごい、ね、見てるだけ楽しい。あ、ここはやっぱでかいな、ナッツさんでございますね。ほら、全部入門で、入門で、ほんまやな、ほんまやね。みんなこの日に向けてやね。顔がいかついよね、ナックスは。このフロントの感じが、ね、これあれやろ、あの、うん、もこみちさん仕様のやつですよね。ツリーとかこっちに向けた感じで、ね、そうね、はい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 。すごいな、でもかっこいい、うん、ね、めっちゃかっこいい、うん、アウトドア感が出とってる。まあ車中泊も行けるんやろうけど、どっちかって言ったらほんまにキャンプとか釣りとかに特化してる感じがする、うん、ね、後ろから見たらめっちゃわかる。おお、すごいすごい、釣り竿とかあって、ほんまに使う道具とかつけれるようになって、うんうんうん、で下はもう完全に収納、めっちゃ広いね。ほんで多分めっちゃ便利なのがこれよね。あ、海系サッカーの方とかって結構干したりとかするな、うん、これ絶対便利よね。いいいいな、このなんていうの、バンワゴンのこの、あ、この空いた形状をうまいこと使ってますよね。そうね、めっちゃいい感じに干せるもんね、シェルでは絶対無理です。最高の場所やって。ベンツのベースがありますね。やばんな、あれ。ちょっとここ入りづらいわ。このベンツ、すごい。これ入りづらい。いや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 、家買うんと変わらんぐらい金額なんじゃん。まだ向こうもあるっていうね。そう、こんなにあるんですか。すごいよ。今回ったんでも一部やから。そう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 。さあ、さあ、まずちょっと車関係見てみますか。うん、パピーとかもありますね。すごいな、4日間限定価格で500万円。豚肉だ、チキンの。ごつ。これすごいな。すご、何これ。え、何これ。ちょっとこっちを受けていきます。ニッソ。はい、お願いします。ちゃうわ。長いさ。ごつ。なんか。あ、すごいな。バスコンやけど、なんか違うごつさが。すっごい、まあまあ、そうね。外車ってやっぱすごいな、ね、日産からも出てるんですよね。そう、最近ね、そのディーラーがね、ディーラーが、うん、
車のメーカーさんが出してるよね。まあシンプル、うん、でもおしゃれね、うん、これあの日本で販売するようになったみたいな。あった、それが10回あった。このだってこれベースのキャンピングカーめっちゃ多いやん、ね、193.2 やすごいな。いや広い、何でもできる。こんだけ広かった。こっちの方はパーツとか小物だそうですね、いろいろ。あ、カーネル、あ、ルイさんおるんじゃん。おるかもしれない。あ、おらんか。あ、ここにあるんだよ。いや、マジですごいわ。お、どえらいや、何このリチウムイオン。これは経済産業省が指定するリチウムイオン蓄電池の電池、安全保安法適用基準である値段電池1個当たりの値段がえぐい。すごいな、かわいいなこれ。木やでな、全部木。すごい、あれ曇りあっていいね。ほんまや、こういうのもいいよな、やっぱ、うん、木ってなんかやっぱこう温かみがあって良きですね、うん、めちゃめちゃかわいい。西田大学オリジナルケーキアンパすごいな。でめっちゃかわいいうまい、すごいな。こうやってできるんやって。ああ、でも3,800円でできるんだ。そうやね。なあ、すごいやオリジナルで。なあ。まあキャンプ用品的な色がありますね。さあ、そして。これはトラック。おお。おお。おお。いただきます。すごいな、あ、結構ねちゃんとね、席もあって食い芋食い芋めっちゃうまそうじゃない。たこ焼きもある。7時間かかります。大阪から来てるから一緒やん、ほぼクレープ。あ、クレープ屋さん。小籠包、クレープやけど小籠包とか中華やな、ね。あ、ポテトですね。美味しそう、チーズスーパーポテト。牛カツサンド美味しそうやな。ベニハルカチップしてる。うまそう。ラミの。あ、うまそう。なんかお酒も売ってるやん。あ、唐揚げありますね。うまそう。ロコモコ。これ絶対美味しいと思う。チーズロコモコとか。これちゃんとね、あの、食べるとこしっかりありますね。うん。車旅のプレミアム会員限定のラウンジが。そう。こういうのいいな。うん、こっちは結構多彩な感じやな。車だけじゃなくてアウトドアとか。そう、キャンピングカーのビルダーさんもあっちで、こっちはなんか。ちょっと待って、めっちゃ気になるの発見したけど。こんにちは。どえらいよ、ね、電動、ここにはみんな電動のモビル、あの、家庭用の100ボルトで。へえ、これ公道走れるんですか。これは今、参考出品なんですけども、公道走るよ。あ、はいはいはい、まあ、あのナンバープレートを取ってとかってした、ね。まあ、それ日本のあれに適合するように設計してるんですね。すごうん、これは車扱いですか、バイク扱いですか。ミニカー、ミニカー、ミニカー。はい。向こうのあの右側の方ミニカーと。へえ。車検とか車庫証車検車庫証もなし。あ、なし。はい。で家庭用電源。ああ。バイク的な扱いになるんですか、ね。バイクとね、あの原付の間を、あの軽自動車の軽自動車。ああ、なるほど。排気量はないですもんね、電気やから。電気ない。何交換もなし。何キロ走るんですか。何キロ出るんですか。走行ですか。はい。これは40キロぐらい。ああ。
あ、まあまあです。あっちは60キロ。おーおお、楽しいのよ。いや面白そう。ちょうどあちらも見てて。ちなみに免許は普通免許。あ、普通免許で乗れると、はい、なるほど。これも普通免許ですけど、トライクでノーヘル。ああ、なるほど。高速乗れます。あ、車検証明なし。これも電気ですか。電気。すごい。すごいな。何これ。あの電動トクトクは三人乗り。これトクトクなんですね。めっちゃかっこいいやん。これ Bluetooth ですとか全部バックモニターもついてる。めっちゃかっこいいやん。何これ。もう座ってください全然。後ろの人乗りますか。いいですか。どうぞ。座っても大丈夫ですか。はい。失礼します。はい、なるほど。あ、おお、なるほど。はい。あ、ちゃんとほら方向指示器も出る。はい。これ走行距離は80キロ、距離ですね。あ、はいはいはい、はい、80キロ。で、ツインバッテリーすると倍ぐらいは走るので、スタッフが東京から名古屋まで行きました。マジですか。目立ちすぎるでしょこれ。ついで、あの途中でバッテリー交換したので、これこの車体だけは交換ができるんですね。なので、あのリーフとか僕も乗ってますけど、はい、電気自動車途中充電しなきゃいけないんですけど、ね、結構持たないイメージがありますね。持ってればずっと行けますので、楽しんで乗ってください。これすごいわ、ほんまにすごい。バックするんですか。ほんまや。これでドライブとか。そうです。もうそれじゃあスタート。あ、あかんあかん。ほらほら。ニュートラルにしていただいて。これちなみにここはなんか、はい、なんですか。雨よけ風よけのシートは別売りでございまして、はい。なるほど。普通はこういう感じ。そうですね。はい、まあ今の時期だとそのシートがあった方がいいですよね。寒くなっちゃう。あ、そうですよね。これめっちゃすごいな。いや、めっちゃスタイリッシュやん。こっち見てめっちゃかっこいい。こっちやばいな。こちらまたちょっとデザインね、ちょっとチートかぶっちゃって申し訳ないですけど、あ、いやいやいや、これはミニカーなんで一人しか乗れないですよ。乗っていただくとまた全然違うんですよ。乗ってもいいですか。めっちゃ乗りたがってるやん。いや、すごいこれ。あ、やばい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 。ちゃんとこう、パワーウェイの。え、ちょっと待って、俺これめっちゃ欲しいねんけど。これやばいね。やばい。あとこの車両だけ暖房と送風がついてまして、ここのスイッチをですね、カチャッと押すと暖房です。一応サンルーフと、なんとこれパワーウィンドウです。これやば。あ、あ、サンルーフもあるんですね。一応贅沢仕様です。贅沢仕様。え、すごない。しかもあれですね、ほんまエンジンがかける、スタートが。あ、これがニュートラルバックとか。あ、なるほど。これ音鳴らないですよね。またモニターですね。すごい。これ後ろ見てたら外部給電がついてる。キャンプの時にですね、給電をしていただき、ここでここから。おお。で、ヒッチメンバーつけられるようにしてあるんですよ。これで引いてください。取れるんですか。取れます。すげえ。あの一人キャンプ用にどうですか。いや、めちゃくちゃいいっすね。これすごい。これ販売店さん募集しますから。いや、これすごい、ほんまにすごい。いくらぐらいするんやろ。そう、価格はどんなもんだ。ね、半年12ヶ月の点検、はいはい、あの、まあ、有料点検込みで、はい、88万円です、ね。え、安っ。だと配送料が出てくるんです。はい、だからその大阪エリアとか関西エリアだったら関西までの僕ら千葉に送る。はいはい。え、88万円。88万円。僕400万ぐらいする。そう、ね、結構すると思った。え、これが88万、こちらは。え、安い。え、あのバイクみたいなのが。バイク。黄色ですか。はい、黄色。黄色あれは55万です。車体価格。すげえ。もうそれぐらいもう皆さんに乗ってもらいたいです。本当に一人一台乗ってもらって。いや。一人一台買える、ね。買えるよ。この値段やったら。車でもちろん長距離。まあまあまあもちろん。近場だったらって商業用にはあそこに。いや、すごいです。え、だって高速も乗れるわけですよ。高速乗れないです。これはダメなんですか。これスピードが5、60キロとしてますね。なるほど。40キロです。あ、そっかそっか。行動ですね。高速乗れるのはゆうちゃんの。あ、あ、あ、どこか。あ、そっかそっか。あれだけで乗れますか。なるほど。え、これすごいっすね。
はい、ということで、まあ、さらっとですが見てまいりました。多彩な車両があったり、今日のためにこう新しい新型を、持ってきたなっていう気合が伝わってきますね。はい、はい、ということで、まあ、僕たちも4日間、まあ、楽しんでいきたいなと思いますので、うん、はい、またもし何か気になるのがあれば紹介させていただきたいなと思います、はい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。